3日間よろしくね。はい、お願いします。コードス魂見せてくれ。はい、おやばい、いいむずい、これからこれからいい子だな。天武となんか親友、覚えてる覚えてる、よくご存知で。こんにちは。絶対だよ。はい、花見女。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしています。こんにちは、菅平プリンスホテルの専務です。本日より鴻巣中学校1年生のスキー教室が始まりました。この下で練習しているのが初級者班です。今日は歩いて上り下りをしたり、上達してきた班はリフトに乗って上から滑ってくるという感じでしょうか。やってますね。見せてくれ。うまい。むずい。むずい。これからこれから。全然うまいよ。全然うまいじゃん。うまいうまい。全然いけますね。ホテルの人。専務。あ、ありがとう。YouTube チャンネル登録しました。なに、いい子だな。高橋美晴知ってますか。先輩。先輩。専務となんか親友って言ってます。ああああ、野球部のな。そうです。わかるわかる。そうだ。女の子みたいな名前の体のでかい野球部な。完璧に覚えてる。あいつと熱い抱擁をして、うん、覚えてる覚えてる。親友だよ。結構話したからな。なんか肩組んでましたよね。うん、そう。3日間よろしく。お願いします。お願いします。頑張ってね。ちゃんと覚えてください。よろしく、ホテルの人。はい。こんにちは、ホテルの人です。よろしく、3日間よろしくね、ホテルの人。お願いします、ホテルの人。ええ感じやで、ええ感じや、うん、よろしくね、3日間ホテルの人。お願いします。先生ですよ。お願いします。よくご存知で。 YouTube 見てます。 ありがとう。見てるの。ありがとう。3日間よろしくお願いします。お願いします。それじゃ履けないから後ろもう一度倒して。よろしくお願いします。3日間よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんな真面目にやってるから、皆さんよろしくお願いします。ホテルの人。あ、やるぞ。あ、見てくれた。はい、ありがとう。お母さん、お母さん、よろしくお願いします。危ない危ない、お前か。いいですね、いいですよ。みんな頑張って。ホテルの人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3日間よろしくお願いします。ホテルの人です。お願いします。よろしく。いきます。3日間よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしく。一発芸大歓迎だぜ。精度いけ、精度。こんにちは。みんなよろしくね。お願いします。お願いします。お願いします。 YouTube 撮ってます。なんで
これを。おい。よろしくお願いします。お願いします。ホテルの人。お願いします。お願いします。頑張って。よろしくお願いします。ホテルの人。頑張ってね。こっちは。いや頑張ってホテルの人です。社名どっちだ。こんにちは。よろしく。みんなよろしく。ホテルの人です。泊まるんじゃねえぞ。お願いします。よろしく。カメラ。カメラ。よろしく。よろしくお願いします。3日間お願いします。よし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 、はい、じゃあこっちまで。で、僕が立ってるところにもホールがいる。で、あの辺に立ってる人は向こうかもしれない。で、立って自分が立って、こんにちは。お気軽に専務と呼ばれています。みんなよろしくお願いします。ホテルの人です。はい、よろしく。こんにちは。みんなよろしく。ホテルの人、お願いします。ホテルの人です。みんなよろしくお願いします。専務です。よろしく。菅平プリンスホテルの YouTube、君たちの輝く姿を俺が一生懸命編集してアップしてるから。はい、班長もっと上がって。絶対だよ。はい。これからリフトに乗って上級班を追いかけたいと思います。多分この乗ってるのは上級班ですね。今急いで上がったらちょうど追いつくんじゃないでしょうか。みんな上がっていきます上に。ちょっとだけ元気がないかなと思われたかもしれませんが、初日は大体こんなもんです。これから上手になって楽しげな表情。先ほどリフトで見かけた上級班を探して山頂から下っています。あれかな、あれだな。中学校の皆の衆、ホテルの人です。こんにちは。こんにちは。スキースケートってやつですか。惜しい。スノースケート。スノースケート惜しい惜しい。スノースケート、おう、実家からよろしく。まだこの班しかリフト乗ってない。いや、はい、この班が4班なんで、うん、はい、で4班が、おう、あれ経験者の一番下だ。あ、そうなんだ、まだいるんだ。4班。あれ、他の班も追いかけないと。はい、頑張ってください。うん、これは有益な情報、ありがとう。ありがとうございます。4班の皆さんよろしく。4班の皆さんよろしく、どうぞ。お願いします。あ、さっきあったな。ありました。そうだそうだ。おーし、危ない危ない。ちょっとボコボコですね今日は。このチャンネルは菅平高原の魅力と菅平高原に訪れる子どもたちの成長と葛藤をお届けし、スキー教師の素晴らしさを伝えるチャンネルとなっております。また別の班がリフト下で集合しています。みんなよろしく。ホテルの人です。ホテルの人、どうなってるんですか、これ。あとでよく見せてあげるよ。くっついてる。そう、子供たちはこれに興味津々みたいですね。すごいすぎ。あとでまたチャンネル登録を受けて
チャンネル登録お願いします。ありがとう。早いな。さすが上級班、もうスキー揃えて滑れんじゃん。なあ、さすが上級班。危ない、俺の方が危ないよ。ゲレンデでございます。ナイス一番、うまい、うまい。あちらに見える山、左側が花の百名山猫岳、右側が日本百名山吾妻山となっております。みんなよろしく。ホテルの人です、ホテルの人です。ホテルの人です、よろしく、よろしく。行きましょう。そんなに富士急みたいな感じになっちゃう。このリフト何回目？4回目で慣れないふりしちゃって。
GoPro のカメラ見つけたからちょっと大げさにやっちゃってるだろずっと言ってるずっと言ってる演技あ、分かる分かる、このガタガタが嫌なんだってね、嫌な人は。え、これを開けるのは大丈夫2班、1班、2班、2班か。これどこまで取れたんだろう、経験者の班。ちょっと分かんないんだよな。みんなさ、今回レンタルと同じの着るじゃん、うん、だからすごい分かんないわけ、ゼッケンの番号を覚えないと去年のやつ見てくれた？見ました。見た？見ました。いいねとすごい専務を褒めるコメントとかしてくれた人かな、もしかして。いやいや、何もしてません何もしてない、見ただけ。はい、ただみ女ただみ女いや、もともと YouTube はただだからね、ただみだから、あれはやだやだやだ、あげる。もう最後まで俺意地悪してこうやって押さえるから降りれない、下っていく。おー、うまい、うまい、うまい。俺ここの班追い抜いたよな、さっき。はい、そこで多分追い抜いた。関根さんですね、みんな。おい、ヘイスカいついちゃったよ。いやチャットチャンネル登録して、はい、ありがとう。みはる見てるか？見てるか？見てるか？明日もちゃんとこの動画見て周りに広めとけよ。分かったな。じゃあまた明日。